い、引き続きジャムズ、今日はですねフューチャーショックの、レーベル立ち上げパーティーということで、もう続々とすごいゲストが出てますけれども、今日のオープニングを飾りましたジブラさんに再度ジャムズにご登場です。再度ジャムズご登場この前もなんだっけあれはあの JUBE のハーレムのイベントの時、そう、ね、いきなり入り口行ったらスパーとか捕まえられてもらってやらされたんだけどさ見てるか、ね、ニューヨークにから帰ってきたばっかりなんだよね。そうこの間から今の間までニューヨーク行ってきて、ロックステージやりました、どうだった？うん、面白かった。ほんと、何やったの、うん、ジブラは。俺はね、一応なんかね、ロックステディクルーのインターナショナルっていうステージがあって、それまあ、ロックステディクルーのそこら中の世界各地から来てるんだけど、そのなんか一緒になったステージがあってさ、それで一応入ってワンバース歌っといたんだ、うん、え、他にはどういうラッパーの人が出てたの？アーソニスとか、あのだからアーソニス、ロックステディ MC だね、え、それはロックステディ MC なんだ。あ、そういうことになったんだ。そういうことになったみたいなね。トップランカーズもやるけれどもロックステディ MC にもなってるんだ。そう、ワールドワイドな、え、それはマンハッタンのどこでやってた？それはね、マンハッタンセンターだっけ、プラザ、マンハッタンセンター、そう、すごい大きいとこでしょ。ライフスカイガーデンの近く。へえ、すごいね。なんかあの世界中の MC とかだってすごいなんかカルチャーショックじゃないけど考えってとこあった？そうだね、なんかだからね、今年すげえ思ったのはなんかあれなんだよ、ヒップホップがさ、オーバーレスな感じすげえしたんだよ。てかさ、国籍がないって意味、なんか、なんていうのかな、こうブラックカルチャーみたいなのが感じだったじゃん、すごく。でも今年行ったらマジでもうプエルトリカンから、もうね、東洋人から白人から、フィリピンとかもさ、もうみんながヒップホップやってんだよ。ヨーロッパの人とかも来てるんだ。全然ガシガシ来てる。ドイツから来てたり、何とか来てたりとかさ、じゃあ英語でやってない MC ももちろんいるわけだよね。そうだね、ステージにはね上がってなかったけども、でも実際なんかそういう人たちも何人かいたし、最近やっぱあれだよね、ラティーノが結構頑張ってるから、その人たちって英語でラップするのじゃなくてスパニッシュでやっぱり、スパニッシュでガンガンやるやつもいるし、でもさ、そこに行ってさ、いきなりさ日本人ラッパーとしてさ、日本語でかましたらすごかったんじゃない？そうだね、俺ねマジブーイングされたらどうしようかとか思ったんだけど、思うよね。でもとりあえずやってみたら結構イラブによって反日感情高まってますからね、ニューヨークは。あ、そう、あ、そう。でもね、ヒップホップに関しては全然そんなことないぜ、マジね。すごいラブを感じた。日本っていうだけでクソリスペクトだ、それだけだよ、クソリスペクト、マジ半端ないよ。マッドリスペクト、マッドリスペクト得ちゃうね、マジ。っていうのはなんかね、お前日本から来たのかとか言って、日本ってあれだろ、リアルなヒップホップはもうあのガンガンいけてる国なんだろみたいな言われて、そうそうそうとかやと思う、そのままいけとかさ、そういう感じで。暑かったんだ。暑い暑い。じゃあ、あの話は変わりました、日本の話なんですけども、今日はだからね、晴れて、フィーチャーショックのレーベル立ち上げパーティーっていうのと、あとジブラのマッピルマリリースパーティーってことで、ついに出ましたマッピルマ、ついに出ましたマッピルマ。あ、ちょっとね、一言それ、今日ね曲聴いてて、まあ、ピルマじゃないんだけど、あのジブラのステージ見てて、言っときたかったのが、あの偉そうです何言っておきたかったの、何言われちゃうの、この番組ね、深夜だけじゃないから、ほら深夜番組でしかフューチャーしないとこ多いんだけど、一応ジャムズ深夜だけじゃないからさ、あの真っ昼間にもこの熱い会話流れてます。そうそれだけちょっと訂正しておいてもらおうかな。え、訂正しとくとどういうこと？まあ訂正しなくていいんですけど、ほら、深夜番組出ても深夜番組とか言ってたんで、ああ別にこれは深夜番組じゃなくてさジャムズあの週4回やってますね。そんなこと俺は言ってるつもりないしね。俺ガキの頃から MTV マジ見てるぜ。ありがとうございます。でですね、あの真っ昼間を今日この後ここで本邦初公開したいんですけども、ビデオをちょっとビデオ撮影、さっき見せてもらったら楽しそうな人たちがいっぱいバーベキューに出てましたけど、はい、ねえ、あの酔っ払ったライムスターとか、そうだねあのね、なんだっけな、セスナ隊とかいうのがいきなりね作られて、セスナ隊、羽広ビトブセス、まあいいんだけどさ、見れば分かる、セスナ隊よくチェックしとけ。いろんな人が出てて、あのそこにいる人も出てるんですけど、そうそういうところらへんにいろいろいるんですけどね。じゃあちょっとケイちゃんも今一瞬入ってもらって、今日はずっと DJ ケンボー、ずっと DJ ケンボーずっと回してくれてましたけれども、これあのマイク使う？ DJ ケンボーです。はい、突然参加ですけれども、はい、今ね、これからですね、マッピルマのビデオを初めて公開するの、はい、あ、そう、撮影面白かった？撮影はね、面白かったよあのね、とりあえずね、
結構あのビデオ見るとね、うん、すごいいろんな人が一気に集まってるように見えるんだけど、みんな結構バラバラに来やがって、結構ね早めから来てるすごい熱心な人もいれば、街だったわけね。うん、結構なんつうのかな、こう軽くみたいな感じで、うん、こう時間こうぐちょってなってるような感じするけど、結構バラバラにみんな来たりとかして、なるほどね、この人がこの人とこの人は一緒に出てないとか、この人とこの人は一緒に出てるとか、この人がいた時にはこの人はいなかったとかね。こうピー入れるから言っちゃっていいよ。え、別にそれはいいんだけど、そんなに、うん、そんなに別にあんまり、ほら例えばほらあのそのビデオっていうのはさ、まあ、フィルマっていうのはさ、別にこう業界の人っていうか、うん、みんながさ知ってるような人たちだけじゃないか、出てるのは例えば僕の彼女とかも出てるしね、チェックしとけ、出てるね。それで、そうだからそういう人たちの中とかで要するに遅れてきたりとか、あ、ファミリーの中で、ね、いきなりこんな女子連れてきてるとかいう人とかもいたしね、はい、いつもの女子と違うっていう人もいましたね。なんかそういうこと言われてる人もいたね。いますね、今噂ですけれどもね、うん、いたいた。まあ、とにかくでもそう、駒沢公園でね、あれは駒沢公園だったんだ。そう、撮ったんだけど、本当は肉焼いちゃいけないの。なんで、野菜ならいいの。いや、じゃなくて、俺はね、でもね、肉食わないからね、いいんだよ。でも俺は肉食ってるところ。そうなんだよね、いろいろとあるよ。まあ、とりあえずビデオはね、ディレクターはですね、ディレクターはディレクター、ディレクターの直也くんね、そう、あの、元ズーのね、直也くん。そう、顔もかっこいいんだけど、こういうこともできるんですよ。そうなんです、見といてください。ちなみにあのベッドシーンはですね、ベッドルームはジブラの自宅ということで。ベッドシーンとか言われると、なんか俺なんかしてそうでしょ。なんか引っ張るね。まあこう、ジブラの私生活も覗けたりなんかして、覗いちゃうわけ。あんな髪の毛見たの初めてだもん。でしょ、こういう髪の毛してんだ。ピュッと撮るともう、そう、そういう髪の毛してんだ。爽やかやロン毛風とか言っとくよ。もうちょっといろいろ物議をあの、ね、醸し出すかもしれませんけど、さあ、じゃあ行きましょう。そのマッピルマ、はい、本邦初公開です。いや、マッピルマバイジブラよー、口約しろ。